をご紹介しましょう。ニャンコクラブの皆さんです。これこんだけ揃って、いやこれはないですよ。これはもう夢ですね。これはすげえ。もうさっきのトークの段階で幕の後ろでもうなんか不景気になってるじゃない。うるさかった。誰が喋ってた。もうおばはんの声がおばはんじゃない。成功性いるだろ。どうせアイドルです。こっちに言うわけないから。あれ今回のためにオランダや香港から集まったもん。もう海外に住んでらっしゃったりするんですか。どうなんですか。香港から来ました。香港か。はい、香港です。すいません。向こう住んではるんですか。はい。あらでまた帰っちゃうっていう。明日帰ります。ちょっと子供とか全部置いてきて 2,3 日です。そうですか。本でもよかったんだけど。すいません。みんな臭いやろうに。あ、そしてオランダ、はい、オランダから始めました。本当に本当に12時間ぐらいかけて来ました。大きいおばはんやんか。口気をつけてください。何を言ってるの。我々のアイドルに対して失礼な。なんてこと言うんすか。みんなそらそれそうなりますやん。こちらの3人ニャンギラスですよ。ニャンギラス伝説のニャンギラス。ニャンギラスがおニャンコの中で一番歌が下手だったんですよ。待って、これはびっくりしますよ。びっくりしますよ。だからレコード史上一番歌が下手なレコードですよ。オリコン1位です。オリコン1位なんだ。ニャンギラス、ニャンギラス。でもファンでも3回くらいしか使わなかったんで1回でレコード作ってました。あ、コンピューターなんで、うん、そうなんだ。今しゃべられたスーザンさんですよ。山本スーザン久美子さん32番。気をつけてくださいよ。山田さんは東京におられるんですか。東京です。生まれも育ちも東京でございます。声の張りがやっぱりなかなかね。みんなわかるんですか。全員わかります。赤妻さん、はい、生稲さん、新田さんでしょ、はい、あーすごいね。ほんで、海瀬のり子さん。教えてもらいます。海瀬のり子さんでしょ、はい、ほんで、杉浦美由紀さん。嬉しい。山森さん、あ、岡本孝子さん。分かってる、分かってます。で、横田むつみさんでしょ、はい、で、深川智子さん。深川さん、あの、ふっくんさんの妹さんです。はい、そう、白石さん、辰巳さん、木原さん、名古屋さん、美奈代さん、さなえ、ジョノシさなえさん、新田さん、生稲さん、そして、あがつまかゆさん。あら、そうね、青春かけてたんですね。いや金全部突っ込んでたやもんな。突っ込んでたから、チェックシートとか試験勉強の時こう赤ペンやって緑、あれで会員番号を覚えるためにチェックペンを使ってたの、でこう間違えたからまた1から立体から覚えようとか。それぐらいなんか、そうですね、お母さんに怒られても、お母さんに怒られても助け埋めて。わかりました。わざわざ皆さん本当どうもありがとうございました、はい、おにゃんこクラブの皆さんでした。